黒影さん買う？うん、ネットではのこもりきれな見ないね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。で、今回もこの島に新しく住んでもいいよという方が来てくださったので、 QR コードを読み取っていきたいと思います。ほい、 QR コードを読み取る。はい、ココアちゃん、ドライ系、第一印象自信家、特徴、形式的、負けず嫌い、短期、ズバリ言い切る、成果にこだわる、テキパキ型、強気に頑張るタイプ、目標が高ければ高いほど燃える、少しおっちょこちょいな面も。え、なんか見た目的にはほんわかなごみ系って感じやけどね。意外や。ほい、オッケー。ほい、それじゃあマンション行ってみよう。さあ、それじゃあ早速、あ、かわいい。なになになに、お庭？ガーデニング？ほい、ココアちゃん入るよ。すごい綺麗やね。家の中やのに外みたいな。ココアでございます。強気で負けず嫌いな女です。強気で負けず嫌い、全然見えないよ。ほんわかしてそうだよ。部屋の片付けも始めると止まらなくなります。部屋の片付け、私はむしろめっちゃ止まりまくるんやけど部屋の片付けをしては、あー懐かしいこれ、あー写真出てきたみたいな。もうなんかいろんなもの見まくるよね。ほい、それじゃあお腹すいとるみたいやけん、なんか食べよっか。生ハム、生ハム、ちょっとつまむぐらい。あ、ちゃんと横にこれメロンついとるやん。ちゃんとかどうかよくわからんけどえ、本来の食べ方ってそれかな。ん、結構美味しかった。お、よかったよかった。あやかちゃん入るよ。よかったよかった。なんか今どこかへ向かって旅立とうとしよったねあゆなのそっくりさん、2週間ぶりですね。おー、めちゃくちゃお久しぶりです。おしさ、お久しぶりです。ゆかに友達になってほしいと言われたのですが。お、いいやんいいやん、いいんじゃない。ちょっと話もしてきます。ほいほい。なんかあれよね、みんな結構さ、ミーニュースとかさ、あと出かけ先で見たりとかしよるけんさ、そこまで久しぶり感がないんよね。今回はゆかちゃんの方から友達になってほしいって言われたけん、あやかちゃん的に大丈夫やったら OK よね。お、よかったよかった、うまくいきました。気が合いそうだったので友達になりました。お、よかったよ。ゆかちゃんの部屋の家具ってあれよね、全部絵なんかな本物はないの？ほい、それじゃあプレゼントは、プレゼントは久々の体重計、日頃から測って健康管理を。なんか最近の体重計ってさ、いろんなもの測れることない？なんか体脂肪とかさ体重だけじゃないよね、測れるの。実用品、胃腸薬をもらいました。お、ありがとう。ほい、それじゃ次、なんかアスムが怒ってるな。相手は誰だ？誰だ？一軒家の誰かかな？僕、珍しく怒ってます。ほい、どうした？黒影と喧嘩しました。黒影さん。腹立ちます。どうしたの？仲直りして。じゃあ、このイライラを沈めてください。ほいほい。イライラを鎮めるにはきっとユニポンちゃんが来てくれるのが一番な気がするんだけどほい、それじゃあアイスクリームでも食べて。ほい、いただきます。どうぞどうぞ。どう、おいしい？結構おいしかったようです。お、よかったよかった。自分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。なんか親友シッシーさんになっとった。やっぱ人間関係というのは移ろいゆくものだな。誰？三つおって言い出しそう。この間はごめんなさい。お、お、お、どうだ？黒影さん。こちらこそごめんなさい。お、よかった。原因はちょっと知れんかったけど、クマちゃんではないことを祈ろうか。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ。お、レベル上がった。レベル10ぐらいまでからもっとあるんかな？ 10 じゃ少ないか。
ごい、それじゃあ、それじゃあ、ヨガをさせてみようかな、アスムに。道具、ヨガ入門書をプレゼントしました。これにこれもあげます。ん？なになに？実用品、毛染めスプレーをもらいました。お、ありがとう。ヒルイチ、久々のヒルイチ。お、それ誰にでもよく似合うかな。猫、猫耳ついてるよ、かわいい。買うよ。うわ、5000円もする。買います。誰か、恵みの噴水広場に。ガイタンさん。どうしたんだ？眠っているの？みんなこういうところで寝るの好きよね、なんか。あ！めっちゃ微笑みを浮かべてこっちを見よった、なんか。見つかった感が。ほい、そして遊園地は？おうおうおう。ライ君が。ウッキウキやね。でもどうなんやろう。一人で観覧車。なんか一人ってなったら、ちょっと冷静になって高い場所が怖いかもしれない。なんか人と話しよるけん平気な感じが、ね。ほい、それじゃあミーニュース見てこう。こんにちは。正午のミーニュースをお伝えします。ほいほい、お願いします。意外なところから、忘れ去られた異物。なんだ？え、ぶどう。5年前。いや。5年前であんなツヤツヤしてるわけなくね。絶対干からびとるけん。カッスカスやけん。いや、笑ってあげていいよ、あんなの。4年重いよね。しかも、ぶどうに賞味期限シールとかついとんかな。ゆずちゃん。お、あいかちゃんと一緒におる。ノアくんとは遊び終わったの？どうもです。どうもです。どうしても伝えたいことがあるので、屋上に来てほしい。その手紙を受け取りました。いいね、いいね。誰が書いたのかわからないのですが、行った方がいいでしょうか？うん、行った方がいいよ。気になるもん。確かに、気になりますもんね。ね。行ってらっしゃい。あれってちゃんと手使って開けようかな。急激に開くよね。あら、アイパミちゃんじゃないの？変装。私、実際より若く見られるんです。で、でって感じじゃない？はぁ、みたいな。いや、みんないつもね、いつもね、変装はバレバレなんだよ。でもって、何だったのかわからないんだったらもやってるよ、それは。ほい、それじゃあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。それじゃあ今回も新しくこの島に住んでもいいよという方が来てくださったので QR コードを読み込んでいきたいと思います。ほい、 QR コードを読み取る。タウくん、和み系、第一印象穏やか、特徴マイペース、ナイーブ&デリケート、素直、気配り上手、みんなに優しい、ほんわか型、人に気を使うタイプ、みんなで仲良くすることが第一、人を疑わないので騙されないように。お？困惑型って初めて、もしかして。人を疑わないので騙されないように。ちょっとしっかりしてもらわないと。ほい、オッケー。ほい、それじゃあ早速マンション行ってみよう。お、今日はだいぶ静かだな。ほい、それじゃあ早速、新しく来てくれたタウくんのところに。入るよ。お、また見たことない感じの部屋かな。人に気を使いすぎる。このマンションではきっと人に気を使わなくて大丈夫だよ。このマンションに住みたいって人はもっといると思いますの？周りにいませんかね？おー、ありがたい、ありがたい。いや、今回っていうか、最近ね、また住みたいっていう人が増えてきてくださって嬉しい限りなんだよ。
ほい、それじゃあ、お腹すいとるっぽいけん、何かしら食べようか。カップラーメン。ほい、あげる。いただきます。深夜のカップラーメンっていいよね。と、結構美味しかったようです。よかったよかった。せっかくだから遊びませんか？お、いいねいいね。遊ぼう遊ぼう。食べ物お宝モザイククイズ。モザイクがかかっているアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？ほい、スタート。モザイククイズ、第1問。第1問、ててん。これは何でしょう？イカスミスパゲッティ。以外に黒そうなものが見当たらない。イカスミスパゲッティでした。モザイククイズ、第2問。第2問、ててん。これは何でしょう？おー、わからない。チラシ寿司。なんとなく、色味が。餃子でした。餃子？マジかよ。全然違うじゃん。全然違うじゃん。ほいほい、ぜひぜひ。お宝、トイレットペーパーをもらいました。ありがとう。りんちゃんの夢に、夢の中に失礼します。どんな夢見ようやろ。おう。ちらっ。てか、こんな広いお屋敷に一人であんな正座じゃないわ。体操座りしとるのってなんか、寂しくない？来るぞ。お何今のフェイント。立ち上がって行こうとしたやろ。お、服が。今の夢は一体。一体ってなるよね。二度寝するんかい。どういうわけか服忍者セットを拾いました。女の子に着せても可愛いかもね。あきちゃん久々に行こうか。一緒に遊びませんか？遊ぼう遊ぼう。トントン相撲。フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すか土俵の外に出すと勝ちです。スタート。はっきょい。残ったあれってどういう体勢なんやろ、アキちゃん。寝そべっとんかな？ね、足ないよね。あー、負けた。負けたよ。残念でしたね。なんかこの部屋に寝そべったらいろんなものがつきそうな気がする、服に。お宝ティッシュをもらいました。ありがとう。そして、ミーニュース。ほいほい。お、来たぞ。台湾さん誕生日。おめでとうございます。おお、多いね、人。てか、人がやっぱりね、いっぱいになってきたら、誕生日とか被ることあるんやないんかな？ないんかな？ないことはないよね。誕生日被った場合とかどうなるん？合同誕生日パーティーとかなるんかな？ありがとう。おめでとう。なんか気になるよね、そういうの。今日は台湾さんが主役やもんね。ですね。ね。はい。一時のミーニュース。何かしらがお伝えしました。ほいほい、ありがとう。じゃあちょっと夢の中へ、お邪魔します。もういいかい？このパターンね。お、早くね。おぉ。てかさ、もういいよって言った時点で頭とかみんなめっちゃ見えてたよ。お、お宝ダウジングロッドを拾いました。大丈夫？はっ！ってなっとるけど。ほい、それじゃあ夢を見ていこうか。ネムちゃん。何これ？あなたの国？え、何これ何これ？あなたの国評判にはね。てか、一人だけ男の子混じってるんだけど。あなたの国潤ってるみたいね。大したことないな。
これネムちゃんはどういう立場なの？なんかさっきからすごいキョロキョロしようやけどネムちゃん。永遠と続くパターンっすか？ぽいね。お、どういうわけか帽子くるくる髪のかつらを拾いました。さっきのや。マジか。落ちたよ、落ちたよ。ほい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい。ということで、今回も続きからやっていきたいと思います。で、今回もこの島に新しく住んでもいいよという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。ほい、QR コードを読み取る。マンレノくん。クール系第一印象クール。特徴控えめ、注意深い、しぶとい、論理的、口調が淡々としている。きっちり型、何でも真面目にこなすタイプ。おとなしめだけど言いたいことは言う。ルールを破ることはほとんどない。ほとんどないってことはたまに破るんだな。きっちりだけど。ほい、オッケー。ほい、それじゃあマンション行ってみよう。さあ行くよ。お、なんかさっき、おお、オレンジのマークあるよね。おお、怒ってるよ。こっちは、真っ最中だね。クラ君とキング、喧嘩真っ最中だったわ。とりあえず、止まれよ。とりあえず、この2匹をちょっと、止めていこう。ま、はって。見てたよ、ちゃんと。ちゃんとっていうかな。うん、見てたよ。仲直りしてよ。美味しいものを食べればきっと大丈夫。ということで、何がいいかな。この辺は？とんかつ、アイスクリーム。かき氷で。ほい。どうぞ。頭も冷えるし、美味しい。どうよ。お、結構美味しかったようで、そうよかったよかった。よかったよかった。お、いいね。いってらっしゃい。もう争うなよ。いろんなものが飛び交うのは嫌よ、私。どうよ。クラ君めっちゃちっちゃい、かわいい。ね。ごめんなさい。お、言ったぞ。こちらこそごめんなさい。おー、よかったよかった。結構早い段階で許してもらえたね。やっと仲直りしたよ、二人が。ん、でも、あれか。ありがとうございます。よかったよかった。仲直りできました。物を投げ合うような喧嘩なんかめったにせんけんね。ま、ともこれの中ではよくあるけど。しょっちゅうあるけど。ん？なになに？実用品、毛染めスプレーをもらいました。お、ありがとう。アイカちゃん入るよ。なんかペットがさ、どこもかやけんね。いいよね。旅行は行ってないよ。ごめんね。しばらく来れていなくて。お、何か卵料理が。卵料理、なんかある？なんか卵焼きと目玉焼きぐらいしかなかった気がするけど。うん、卵焼きね。ほい、じゃあこれを、あげまーす。どうぞどうぞ。まあ私は、卵といえば、卵かけご飯って感じやけど、すごく美味しかった。お、よかったよかった。おー、レベル上がったよ。ほい、それじゃあ、ちょっと、今回久々に歌を。じゃあね、可愛らしくアイドルを、歌っていただこうじゃないの。ほい、どうぞ。歌アイドルをプレゼントしました。お、なになに？お、実用品一応役をもらいました。ありがとう。なんか最近ね、ちょっと待って。直感を大切にしてます。直感ね。うん。まぐだぐだ考えるよりは、パパって行動した時の方が、結果的にいいことがあるような気がする。ほい、それじゃあ、アイドルね。んで、まあなんかもう、ダイエットデイズ、これおなじみなような感じが。じゃあ、これを、ダンサーの数を、おー、フルの方がいいよね、やっぱり。見た目的に。
ほいちゃん歌ってもらうよ。いいねいいね、盛り上がりが盛り上がりが半端ないね。ダンサーは女の子一人しかいないよ、ナミちゃんしか。なんかすぐに覚えられそう。ほう、いいね。なんかこのダンスもね、ちょっと覚えてみたいよね。簡単に覚えられそうやけど、でも私は死ぬほどリズム感がないからダメなような気がする。ほい、モカタン入るよ。かわいいよ、めっちゃニッコニコやった。遊ぼう遊ぼう。いいねいいね、遊ぶ。食べ物お宝司令塔クイズ。司令塔に表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな、してみせようぞ。スタート。第1問、ててん。これは何でしょう。お、どんぶりって思ったけど、高そうな壺。答えは消去法だ。高そうな壺でした。イエーイ。なんか色が怪しげだよ。スイカみたいな柄に見える、なんか。高級なはずなんだけど。第2問。コーヒーカップって思ったけど、ない。じゃあ、北京ダックで。皿に乗ってんでしょ。おー、やったね。シルエットクイズ、最終問題。最終問題、ててん。これは何でしょう。わからないよ。んー、生ハム、なんとなく。これも消去法じゃないか。うん、適当だね。やったね。あ、はみ出してた部分、メロンっすか。おめでとうございます。ありがとう。ほら、やっぱり直感で動くのがいい。どれか選んでください。お、ありがとう。それじゃあ、一番ちっこいやつ。お宝、松ぼっくりをもらいました。ありがとう。真ん中は何？ 3DS かな？なんかこういう時にもらえるものも、結構もう被り出したんかな？早とちりをしてよく失敗。まあ、うん。あるよ。しっかり聞いて見極めんといかんねやけど、私はなぁ、そういう能力に長けていない。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで、今回も続きからやっていきたいと思います。で、今回も、また新しく住みたいという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。ほい、QR コードを、QR コードを読み取る。あやちゃん、和み系、第一印象穏やか、特徴マイペース、ナイーブ&デリケート、素直、気配り上手、みんなに優しい、ふわふわ型、究極の癒し系タイプ、楽しいことはすぐに顔に出る、嫌なこともすぐに顔に出る。なんかすごいスタイリッシュな感じで私は好きなんだけど。ほい、オッケー。ほい、それじゃマンション行ってみよう。友達マーク。あ、怒ってない。怒ってない。入るよ。どうもどうも。もう最近あのマークを見たら喧嘩なんじゃないかと。お久しぶり、ゆまぴーちゃん。お、いいやん、いいやん。ね、最近入ってきたばっかりの。紹介するよ。どうやろうね。面白い話かな。ほいほい、いってらっしゃい。でもこういうのってさ、いつも思うけど、男の子の思う面白い話と女の子の思う面白い話って違う気がするんよね。性別関係なく面白い話っていうのもまああるかな。なんやろ、テレビの話とか。そんなんしか思い浮かばない。うまくいきました。おー、よかったよかった。おかげで友達になれました。いえいえ、よかったよ。
新しい人たちもね、どんどん友達を増やしてほしいけん。お、実用品一応役をもらいました。ありがとう。ルキアくん、おー。お友達募集かな。何の匂い嗅ぎよったんやろ。こんにちは。こんにちは。愛と友達になりたいです。お、愛ちゃん、いいね、いいね。紹介するよ、もちろん。どんな話、どんな話かな。世間話。では、ちょっとお話ししてきます。ほいほい。同じく面白い話でもよかったんやけどね。愛ちゃん結構、親父ギャグとか言うし。ね。なんかこの、めちゃくちゃ可愛い女の子って感じの部屋に男の子がおるの新鮮やね。楽しげかい？おー、ならなかった。まだ友達にはなれませんでした。なるほど。まだまだこれからかな。割とどこででも眠ることができます。私もどこででも眠れるよ。うん、赤ちゃん並みに。ほい、それじゃあお腹すいとるやろうけん、何がいいかな。なんかいつも生ハムめっちゃ多いんよね。全然減らない。ほい、どうぞ。いただきます。どうぞどうぞ。なんか結構私より気がするんやけど、気のせいかな。すごく美味しかった。お、よかったよかった。キングじゃないか。入るよ。みんな友達の輪をどんどんと広げていってるね。やっと喧嘩をやめて平和な世界が。おお、それはよかったよかった。お、友達になってほしいと言われたのですが。お、いいやん。いいんじゃない？ちょっと話をしてきます。二人は一体どんな話をするんかな？この部屋は？初期の部屋とは違うよね。それにしてはなんか床とかすごい綺麗な感じがするし。家具とかないんかな？お、お友達になったね。うまくいきました。気が合いそうだったので、友達になりました。うん、よかった。お、あとちょっとでレベルが上がるね。これにこれもあげます。なになに？実用品、扇風機をもらいました。ありがとう。最近、屋上で素振りをしています。あ、間違えた。今度、一緒にやりましょう。おー、いいね、いいね。屋上で素振りをやりよるっていう話をしてるときに、卵のことを考えているのは一体何？なぜ？卵系の料理が食べたいんかな？なんか、卵焼き以外になんかあったっけ？卵系、あ、目玉焼きあるやん。ちょうど割り寄るところをイメージしよったみたいやけん。はい、どうぞ。いただきます。ほいほい。食べたかったでしょ、きっと。まあまあかい。それは何？私の腕の問題っすか？腕もクソもない気がするけどね、目玉焼き。ほい、それじゃあ歌を。なるほどね。キングはヘビメタを歌えるのか。じゃあちょっとラップに挑戦していただこうじゃないの。ほい。歌、ラップをプレゼントしました。これにこれもあげます。なになに？お、実用品万華鏡をもらいました。ありがとう。一瞬ラップかと思った。ほい、それじゃあ、音楽堂で、グループを組んでもらおう。グループの結成。そして、キングと、黒影さん。グループ名は何がいい？じゃあね、昔実際におったグループでいいかな。だ、ぶ、ぶ、る、ゆう。女の子の二人組やけど。まあまあまあ、気にしない。ほい。このグループを登録します。ほい。
歌の作成編集、歌の作成 WU 決定、そしてラップ、あれなんて読むんやろ、絶好調か、なるほどね。じゃあこれを歌ってくださいな。あーいいねいいね。あーいいねいいね。お、めっちゃお客さん入っとるやん。この歌って今までに歌ったことあった？でもラップを歌ったことがあるってことはあるってことよね。おー、いいよいいよ、その背中合わせな感じ素敵。ほい、じゃあこれを登録しときます。いやーいいね。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回もこの島に新しく住んでもいいよという方が来てくださったので QR コードを読み取っていきたいと思います。ほい、 QR コードを読み取る。あおちゃん、和み系、第一印象穏やか、特徴マイペース、ナイーブ&デリケート、素直、気配り上手、みんなに優しい、まったり型、のんびりのびのびタイプ、急がず自分のペースで生きる、でも心配事も多かったりする。お、私と同じタイプやね。なんか最初の方こそね、和み系まったり型多かったけど、最近おらんけんちょっと貴重よ。はい、オッケー。ほい、それじゃあマンション行こう。お、ゆかちゃん入るよ。今回も平和に平和に過ごさせておくれ。こんばんは。こんばんは。たっちゃんに恋人がいたら。お、紹介。いいねいいね。二人とくっつけるのはどう思いますか。なみちゃん。なみちゃんね。なみちゃんって誰とも付き合ってなかったっけね。いいと思う。それでは二人を合わせてみます。なみちゃんはあれか、キューピッドしよるだけかな。お、楽しそうよ。なんか前にコメント欄でね、書いてくれとったけど、すべての段階で楽しそうにしてなかったらいかんって言ったね。これはどうなの？楽しそうなの？真顔？わからぬ。どの状態が楽しそうなんだか楽しそうじゃないんだかよくわかんないんだけど。ダメだったかな？ニコッとは笑ってなかったね。こちらこそありがとう。おー、最初の1回駅だけかな、楽しそうやったの。なるほどね。まあそんなこともあるさ。ほい、そんじゃあよしはるくん入るよ。めっちゃアップしよったけど。2週間ぶりくらいですか。あゆなのとっくりさん、お久しぶりです。アスムと友達になりたいです。お、アスムと、いいよ、紹介する。どんな話をすれば仲良くなれそうですか。アスムはね、頭使ったり真面目な話はきっとわからないと思うから。面白い話をしてあげてくれ。では、ちょっとお話ししてきます。ほいほい。アスムと友達になりたいって物好きだな。さあどうやろ、お友達になるかな。お、なったなった、よかった、うまくいきました。よかったね、めっちゃウキウキやん。そんなにテンション上がるんだ。お、レベルアップ。ということで今回は、そうだね、テニスラケット。ちょうどさっきね、朝のニュースで錦織選手のを見よったとこやったんよ。
なになに？お、実用品一応役をもらいました。ありがとう。ほい、そして今回新しく増えた、あおちゃん。水の中だ、水の中だ。入るよ。ね、こないだ他の子もおったよね。お、一緒に。遊ぼう、遊ぼう。帽子シルエットクイズ。シルエットで表示されたアイテムは何なのか。3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？スタート。第1問。ででん。アンテナ。答えは、アンテナでした。シッシーさんがよく気に入ってつけとるよね。第2問。ででん。これは何でしょう？ん？インカム。答えは、これも結構ね、結構なブーム来とるけんね。最終問題。最終問題。ててん。UFO。答えは、多分。うん。おめでとう、ありがとう。おめでとうございます。ありがとう、ありがとう。ね、あれ船沈んでるの？危険じゃね？乗り換えなんでください。ほい、それじゃあ、小さいの。ほい。お、新しいお宝鈴をもらいました。ありがとう。あ、でも今の季節は蚊取り線香もありがたいんだけどね。ほい、それじゃあ次、アイちゃん行こう。バレエ中だ。バレエのレッスン中だ。いいね、いいね。その立ち姿、様になっとるよ。バレエも女の子らしい習い事って感じでいいね。こんばんは。シシーに恋人がいたら、本物ですが。お、紹介してあげる？くっつけるのはどう思いますか？リン。リンさん？リンさんの方か。いいと思うよ。うん、恋人がいるのはリンちゃんの方だから。さあ、どうなるだろう。ほら、ね。第一段階の駅は、今ニコニコやったよ。さあ、これが続くかどうかか。え、でもほら、ここ、ここはニコニコにならない。ここもやっぱりさっきみたいにニコニコになるんかな。絶対これなんか気まずい感じで会話してないよね。今日はありがとう。こちらこそありがとう。うまくいかないものだな。ね、二組とも成立しないっていう。あ、マジか。合わなかったんだね。ほい、そして、ミーニュース。見てこう。6時になりました。ミーニュースをお伝えします。ほいほい、お願いします。アユラジは唯一のバーガーショップ。北京ダックバーガーが。新作のハンバーガーが非常にまずいと評判になっています。おお、マジか。マジか。先月発売された北京ダックバーガーは、アユラジまでしか取れない北京ダックを使った、ありそうでなかった。北京ダック食べたことないけんよくわからないけど、どうなんやろ。涙ながらみたいだから、ちょっとみんな食べてあげてよ。お、もっと早く教えとったら興味持ってくれたか。これは夫婦で夫婦でインタビューに答えてたけど。ほい、それじゃあ夜市見に行こう。よし。お客さん、運試ししてみない？もちろん運試しするよ。黒影さん買う？うん。見ないね。買います。そして、一つ目の中身は？食べ物、ココナッツが入っていました。せめて新しいものが来てくれ。二つ目の中身は？お、服、道着が入っていました。いいね。でも、道着といえば白だろ。三つ目の中身は？食べ物、お茶が入っていました。おう。いいね、いいね。和の心だね。それだけか。なんかなぁ。なんかなぁ。微妙やね。ほい。それじゃあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。
よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。